皆さん、こんにちは。今井亮太チャンネルです。今日は、カツさんとリモートで、ズームでですね、撮りながら、いろいろ話していきたいと思います。最初の、まず、2勝8敗。はい。だったじゃないですか、その10試合。最初、全然勝てなかった。あ、開幕してってことですか？開幕して。そうそう、ごめんなさい、開幕してね。はい。うん、はい、ちょっと、どう見てたのかな、と思って。絶対予想外ですよね、でも。2勝8敗は予想外ですね。ですよね。まあ、うん、悪くても、まあ、4勝6敗ぐらい。まあ、それよりかなり下回っちゃって。そうそうですね。うん、でも、まあ、普通に5割はキープできるかなと思ってたんですね。5割近く。はい。で、なぜかって、やっぱり投手陣ですよね。まずは。投手陣。で、阪神の強みが、やっぱ投手陣だったので、そこがちょっと崩壊しかけたので、うん、で、プラス、打線の援護もなかったんで、うん、結構、投手陣と攻撃力って、持ちつ持たれつつの関係で、はい、投手陣がちょっと不安定な時に、打者陣が頑張ってあげて、もしは仮に10点取ってあげてするじゃないですか。うん、そうすると、9点までいいじゃないですか。うん、で最悪10点まで OK なんですよ。引き分けなので。うん、ね、うん、で負けなければいいので、はい、でそういうの考えのもとで行っていくと、まあ、両方、打者陣も、ピッチャー陣も、ちょっと状態が良くなかったので、そういった意味での2勝8敗だったんじゃないかなと僕は思いますね。まあまあ、すべてが噛み合わなくて。そう。でもそういう時期もあるんですよね。キャッチャーを3日連続変えたりとかしてて、うん、ああいうのも影響あんのかなって勝手に思っちゃったりとかして、そこはどうなんのかな。僕はですけど、キャッチャーを、まあ、普通に考えたら梅野が行くっていうのが、うん、ファンの皆さんの考えだと思うんですよね。で、やっぱりこう、僕は、なんつうのかな、矢野監督はいろんな選手にチャンスを与えたいっていうのも多分あったと思うんですよ。で、その中で、まあ、チャンスはあるんですけども、選手、僕が選手があるとしたら、他のポジションであっても、わ、なんで梅野じゃないんだっていうのは絶対出てくると思うんですよ。で、なぜかというと、ここ近年、梅野が一番成績を出してますし、その実力もつけてきて、なんていうか、ファンも認めるレギュラーですし、まあ、選手間でも、まあ、梅野だろうっていうところで、うん、っていうのはやっぱあると思うんですよね。で、うん、バッテリーとか、まあ、いろんなオープン戦とか兼ね合いとか、その去年の兼ね合いとかもあると思うんですけど、そこで多分、梅野自体もね、多分、悪い言い方すると、なんで俺じゃないんだっていうのは多分あると思います。まあ、そういうのもあって、まあ、精神的に気持ちよくプレイできてなかったんじゃないかなと僕は思うんですよね。どれ、はい、僕らも正直、うん、昨年大活躍されて、で、うん、1億いったじゃないですか。はいはい。でその時に、あ、もうこれは正捕手なんだなって、うん、だからの1億なんだなって勝手に思ってたんですよ。うん、で、そうです。なんで買えるんだったらなんで1億あげたんだろうって思ったりもしちゃったりとか、正直。うん、いや、それは正直あります、絶対。いろんな考えのもとで多分やってると思うんですけども、客観的に見た時に、なんでだっていうのはすごい思いましたね。まあ、普通に考えて、まあ、ベテランの方とかもし1億2億もらってて、まあ、最初は若手出してあげたいから、みたいな。まあ、余裕のある時に出してあげたいみたいな考えがあって、置くプレイヤーの選手を外すってことは、もしかしたらあるかもしれないですけど、球団としても、やっぱ高いお金を払ってる選手には活躍してもらえないといけないじゃないですか。試合に出てもらって。それなのに、出なかったから、なんでどういう意図だったのかなっていうのはすごい疑問に思いましたね。あとはその、ちょっと外国人選手の不調も最初あったじゃないですか。うんうん、ボーア選手もずっとヒット出なくて、うん、打ったら、ね、もうオープン戦の時からファイアボールやるっていうふうにね、うん、言ってて、いつ出んのかな、いつ出んのかな、いつ出んのかなって思ったら、あまりにも打たないから、原口選手の時にやっちゃって、打った時に、ファイアボール。それぐらいなんか、打ててなかった、そういうのもありましたよね、やっぱり。あったさ、あったさ。まあでも、僕が今まで見てきた外国人選手っていうのは、イメージですけど、オープン戦とかキャンプで打ってる外国人は、絶対シーズンに活躍しないイメージがあります。だからなんか最初打ててない選手の方は、なんか、で、なんか考え方なんですけど、はい、その、キャンプ、オープン戦で結果残せば、使ってもらえるっていう風な考えがあるじゃないですか。でも僕は、その本当にすごい外国人助っ人って、今ここで打っても、何も意味ないよねっていう選手が多いんですよ。そういう思考というか、だから別に今はシーズンに取っておくみたいな、まあ、ある程度外国人選手使われるじゃないですか。で、
ね。そうそうそう。だし、だからここで仕事したところで、僕は正直お金一銭にもなりませんよっていう考えなんですよ、多分外国人。だからそれまでに逆にキャンプオープン戦で僕は餌まいてる外国人の方が賢いなと思うんですよ。弱いとこばかして。そうですよ。で、まあ実際データを取ってったら絶対シーズン中盤とかでもそれが浮き彫りになってくると思うんですけど、それまで隠しといて、いきなりそこパカーンと打ち始めたら、バッテリーもあれってなるじゃないですか。あれ、ここ手出してきてなかったのに、ストライクゾーン全然見えてなかったのに、なんだこのバッターみたいな。まあ、他の、僕はその、日本でしかプレイヤーしないですけども、そういった異国の地に行った時に、そういった賢さっていうのも大事なんじゃないかなと思います。特にやっぱ日本のピッチャーは、コントロールいい、変化球いい、配球をしてくるので、そういう柔軟性が大事なのかなと思います。その中でもちょっと、サンズ選手が大当たりですね。すごすぎる、すごすぎる。はい。でも、状況に応じて、すごいバッティングを変えてる外国人だなと思いました。簡単に言ったら、ホームラン欲しいときは、ホームランを打つ打ち方するし、ここは確実にヒット、犠牲フライが欲しいときは、そういう打ち方をしてるんですよね。あんま外国人選手って、その、まあ、言った来たボールに対して、もう自分のパーフェクトなスイングをできて、打てなかったら、僕の力負けだ。で、打ったら僕の勝ちだ。みたいな。そういうふうな感覚の打者が多いんですけども、なんか、サンズに限っては、いきなりこう、軽打、軽くポーンってバットだけ、芯だけ合わせて打つとか、そういうことをやってますし、うん、だから自分のこの試合での、この今の状況の状況判断っていうのをすごくできてる選手かなと僕思います。なるほど。それがもう、得点圏打率12球団トップの、うん、ねえ、あれなんですけどね。得点圏で結構長打あまり打たなくないですか？あ、確かにそうですね。で、得点圏ではもう単打でいいと思ってるんですよね。むしろ多分芯に当てればいいと思ってるんじゃないですかね。あー、極端にそこまで切り替えてるんですね。そんな、なんか、まあ、この前広島戦で三遊間打ったんですけど、インコースを。バットを普通はグワーンと振るじゃないですか。はい。これをなんか、ポンって終わってヒット打ったんですよ。その時別に大振りする必要ないこの状況ではっていうのを、多分サンズなりに考えて多分打ってんじゃないかなと僕は思いましたね。ボーア選手もまあでも打ってますよね。やっぱちょっとやっぱ物足りない。いや打ってます。いやでも12分に僕は打ってると思いますよ。うん、はい。まあ最初ねスタートダッシュ遅れましたけど、別にまあプロ野球年間投手のあれなので、逆に僕は怖いと思いますけどね。あんだけ当たったら飛びますから。まあ、2割3、4本をうろうろしてますけども、やっぱ、うん、ホームランの怖さ、やっぱある、うん、ありますよね。そうよ。まあ、僕はストライクゾーンっていうのもあると思うんですけど、日本人投手のクイックだったり、タイミングを変えて投げるピッチャー結構多いんですよね。はい。メジャーのピッチャーはどっちかというと、自分のリズムで、あまりこう変えるとか、そういう感じを、極端にするピッチャーいないんですけど、日本人のピッチャーで、セット長く持ったり、まあ、よくメジャーの試合とか見てもらったら、サインが決まったら、うってピャン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 って投げてくるんですよ。それが日本人のピッチャーで、パッて、うなじいてから、ちょっとこう、腕上げるのも、ピュッて上げたり、ゆっくり上げて、足上げるのもゆっくり上げたりとか、早く投げたりとか、フォームの緩急があるんですよね、結構。そういうところもちょっと苦戦したのかなと僕思って。で、ここ最近は、それが、ボアはどちらかバットが、下に下がって上に上がってから打つんですけど、これをヒッチって言うんですよね。で、ここで、これヒッチって言うんですよ。はい。で、このタイミングが、要は下にあるときに打ったら打てないんですよ、うん。下から上に上がって打つ準備できました、打つなんですけど、このタイミングがすごい合ってるときっていうのはめっちゃいいですね。ああ。片手でホームランとか打ちますもんね。いや、すごいパワーですよ。で、遅れたのがマルテ選手でね。うん、ふくらはぎ、肉離れ。うんね、肉離れしちゃって、うん、で、ああ、まあね、で、直して、復活初日のね二軍戦で打って走ったらまた同じとこ肉離れしちゃって、ちょっとこれはふくらはぎですよね。ふくらはぎ、まあ肉離れってやったら癖になるってよく言われてるんですけども、癖になる場所がふくらはぎと脇腹が多いんですよね。まあしかもそういう時って慌てて直しちゃうと、良くないですよ、肉離れって。まあ、骨折とかって結局は骨なんで、別に折れてても実際やろうと思うとできるんですけど、筋肉系は、本当にまあ、要はこう、ブチッて切れました。くっついてます。
完璧にギュッてこう、あ、治りました。で、固まるんですよ、ここが。そこからちょっと柔軟性をしっかり出してから、いろんな動きしていくんですけど、くっついて、あ、ある程度いけるってなっていって、またここにかさぶたができるんですね、こう、真ん中に。こう、太くなるんですよ、こう、くっつく分。ここにテンションがかかって、ここが切れるんじゃなくて、ちょっと違う場所を切れるんですよ。同じ場所っていうのは多分筋肉がギュッて集まるんで、強くなってるんで、そこは切れないんですけど、その周りが切れるんですよ。だから同じ、本当に同じとこっていうのは治ってないです、多分。だからくっつきかけで切れちゃったかみたいな。え、じゃあもしかしたらもう一回マルト選手、肉離れする可能性あるんですか？完璧にちゃんと治した方がいいです。しかもちょっと怖さが出るんですよね、肉離れって。一回やってしまうとまたなるんじゃないかっていう。だから本当に、あの、中途半端に、あ、ちょっといけるかもでやるのが一番危ないです。あ、ちょっといけるかも。じゃなしに、あ、完璧に痛みもない、違和感もなくなってきた、そこから練習スタートなんですよ。ちょっと治りかけて練習してると、恐怖といろんな筋肉もしっかり修復しない状態でやるんで、一番良くないです。僕も経験あるんで、脇腹。ね、ちょっともがいてるうちに、大山選手が、サードの位置を、ね、もう今、いいです。もう、素晴らしいですよね、成績も。すごい。ね、いやそれも、やっぱ大山も多分、やりながら、くっそーと思ってたと思うんで、それは逆になんかチームにとってはすごいプラスの要素ですよね。加藤さん、これ多分話したら多分2時間ぐらい喋っちゃうと思うんで。わかります、わかります。俺もちょっと、俺も話しないと。これね。よいしょ、ちょっといいね。やめて。いいですね。いいですね。はい、じゃあ、加藤さんがちょっと話すの長くなったんで、この辺で終わりたいと思います。ちょっと待って、じゃあ、ラスト、なんかこう、まだ早いでしょ。あと1個、あと1個。じゃあ、あと1個。後半戦、どうですか？後半戦、阪神。どういったら優勝できるかなって2位ですけども、まあ、ジャイアンツのゲーム差結構離れてるんで、ジャイアンツの直接は全部勝たなきゃいけないですね。今日これを取ってる日はね、ちょっとなかなかの負け方をしてしまいましたけれども、うん、そうですね、あ、今日取った日はあれですね、あの藤浪がね、そうですね、あの11点、あ、藤浪は11点じゃないか、藤浪は11点か、取られて負けちゃった日なんですけど、ジャイアンツの直接対決を絶対落としちゃいけないですね。はい、じゃあ明日、明後日、はい、まずは頑張ってもらって。全然ですから。はい。まあでも2位の位置にいるってことは、すごいいいことなので、この時期に。はい、ではもう1位目指して頑張ってほしいと思います。はい。はい、それでは皆さん、はい、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、見てくれないと、おでんこー